アドレナリン反転は、α1 受容体気候薬等予後にアドレナリンを、静脈内注射すると、アドレナリンの血圧上昇作用が、血圧加工作用に反転する現象。血管壁に存在する、α1 受容体及び β2 受容体と呼ばれる、G タンパク質強薬受容体は共に、アドレナリンに対する受容体として機能することが、知られている。α1 受容体に、 アドレナリンが結合すると、血圧上昇作用を示すが、一方、β2 需要体 A のリガンドの結合により、血圧加工作用を示す。通常では、α1 需要体を介した作用が優位のため、アドレナリンの投与により血圧上昇を示す。しかし、α1 需要体拮抗薬の存在下では、β2 需要体を介した作用が優位となり、血圧加工作用を生じる。 可能性がある。抗精神病薬の中には、α1 遮断作用を持つ薬物もあり、このような薬物を服用した状態でアドレナリンを、静脈投与することにより血圧効果を誘導する、可能性がある。なお、アドレナリンと同じく内因性カテコールアミンであるノルアドレナリンは、β2 受容体を介した、血圧加工作用が弱いため、α1 受容体気候薬により、 血圧上昇作用の抑制は起こるが、血圧反転は起こらない。そのため過去の精神病院では緊急時の蘇生として、アドレナリンの代わりにノルアドレナリンを用意している病院もあったが、ノルアドレナリンは、蘇生における効果は根拠に乏しい。1906年デールによって、バッカクアルカロイドをあらかじめ投与した猫にアドレナリンを投与すると、 血圧加工作用が生じることから発見された。アドレナリンはアナフィラキシーや蘇生において他に代替薬のない極めて重要な薬剤である。アナフィラキシーではアドレナリンが第一選択薬であるとガイドラインに記載されている。しかし、アドレナリンの添付文書にはアドレナリン反転を理由にァ1受容体遮断作用を持つ抗精神病薬が併用禁忌とされている。 そのため、抗精神病薬を内服している患者がアナフィラキシーを発症して生命の危機にある場合、併用禁忌であるアドレナリンを使用すると法的問題が発生する可能性がある。しかし、アドレナリン反転は蒸気のように動物実験で発見された現象であり、抗精神病薬の指摘投与量が臨床的にアドレナリン反転を起こすことの根拠は乏しい。 アナフィラキシーに対して緊急時にアドレナリンを自己注射するためのエピペンでは添付文書において抗精神病薬との併用禁忌が削除されている。ありがとうございます。